94年の大会で世界チャンピオンになっております。この人も75年に負傷しましてね、それからまたカムバックですからね。ほとんど1年近くブランクがあったんですね。そうですね。正確なことが特徴なんですよね。ジャンプなんかはもう精密機械って言われてるくらいですからね。ゆっくりゆっくりですけど、前に比べると高さがありませんね。あ、そうですか。左足でランディングです。左にいい出来じゃないみたいですね。今まではああいうバランスを崩すことってのはほとんどない人ですからね。
ヤン・ホフマンのフリーの演技です。これで見事に優勝、昨年に続いてヨーロッパ選手権は2連勝ということになりました。しかし先ほどから杉田さんも言っていますが、どうも男子の方にもそろそろ新旧交代の一つの節目が間もなく来てると。そうですね、ホフマンは1970年の世界選手権からずっと出てるわけなんですけどね、はい、まあ、この人とコバリオフ、この2人に代わって新しい、まあ、勢力の出てくるのは今度の世界選手権じゃないかなっていう気もしますね。ああ、そうですか。まあ、来月の世界選手権の場合にはこのヨーロッパ選手権で上位に入ってくるともちろん出ますが、それにアメリカ日本が加わりますよね。そうですね、まあ、日本の五十嵐松村、それにアメリカの、ティックナーサンティクレーマー、このメンバーが大体上位を争うことになるでしょうね。そうですね、そうなりますと、まあ、このホフマンとコバリョフの2人のゴールドメダル争い、これは、まあ、まだすぐには変わらないかもしれない。そうですね、非常にバランスが取れてますからね、スケートの点が大事。